はい、では、2番、電磁石いきます、うん、このコイルの延長みたいなものです。はい、うん、まあ簡単に言うとですね、図23見てください。図23、はい、このコイルの中に鉄釘とかですね、うん、金属を入れるね、うん、この磁石、磁力がさらに強くなるということなんですね。はい、一応じゃあ読んでいきますね。はい、電磁石、はい、コイルに軟鉄芯を入れて電流を流すと、コイルだけの時より磁力が強くなります。これは電流によってできた磁界が鉄芯を磁石にするからで、はい、このようにしたものを電磁石と言います。電磁石、はい、言葉大事ですね。はい、しかし銅やアルミニウムなどの磁石に引き付けられない金属を芯にしても磁力を持たないので、コイルだけの時と同じ状態にしかならないということですね、うん、はい、うん、磁石を引き付けられないと意味がないということですね。はい、うん、で、まあ、僕はもうここで言っちゃいましたけれども、うん、このコイルで今やったこの右手の法則、はい、を同じようにこれ使っていけばいいわけですね。はい、うん、ということで、まあ、ここはもうコイルと一緒のところなんでね、はい、いいと思います。はい、で、こちらここはもう丸1丸2飛ばして丸3ですね。はい、電流の大きさと磁力、はい、乾電池用の1個の場合と、2個直列つなぎにした場合とで、電磁石につく釘の数を調べてみるね、磁力が強ければ強いほど、釘がたくさんつきますよね。その分磁石強くなるわけですから当たり前ですね。はい、そうすると、はい、2個直列つなぎにした方が大きくなります。はい、つまり電磁石の磁力は流れる電流が大きいほど強くなる。まあこれはね、イメージしやすいと思いますね。激しい電流ね、強い電流を流せばその分強くなる、磁力も強くなるということですね。はい、それだけじゃなくてですね、はい、次のページ見ましょう。はい、コイルの巻き数と磁力、はい、図26のように、はい、巻き数の違う電磁石を直列につなぎ、それぞれの電磁石につく釘の数を調べてみると、巻き数の多い方にたくさんの釘がつきますね、ということでこれはもう覚えておきましょう。はい、図26だと、左側が50回巻き、右側が100回巻きですね。はい、100回巻きの方が、うん、磁力は強くなりますということですね。はい、うん、別にこれも比例という関係まではないんでね、はい、そこだけちょっと、気をつけておきます。はい、うん、つまり電磁石を強くしようとしたら、はい、強くする方法、まず第一に、はい、電流を強くする、はい、電流の大きさを強くする、はい、もう一つがコイルの巻き数を多くする、それでいいわけなんですね。はい、はい、で3番、永久磁石と電磁石、永久磁石と電磁石、永久磁石ってどんな磁石なのかっていうと、まあ、簡単に言うと普通の磁石のことです。普通 の、 あの棒磁石とか U 磁石とか、うん、電磁石と区別するための言葉だと思ってください、うん、で、じゃあ普通の磁石である永久磁石と電磁石はどのように違うのか、うん、ここは表にまとめてくれてます、うん、簡単なことなんですけれどもね、一応きっちり確認、はい、まず材料、はい、永久磁石は、鋼鉄などでできてますけれども、電磁石は柔らかい鉄、ね、軟鉄でできてます、うん、はい、2番目、はい、これ大事ですね、はい、磁極、はい、つまり N と S を、はい、例えば棒磁石の N と S をチェンジ、これは無理です、ね、もう決まってます、うん、けれども、はい、電磁石の場合はコイルに流れる電流の向きを変えると変わる、はい、言いましたね、はい、このパターンかこのパターンですね、はい、で変えることができる、便利なんです、うん、はい、後でも言いますけど、この N と S を変えることができることによって、いろんなね、便利な、ものっていうかね、ものに便利に使われてます。はい、次、磁力の強さ。うん、これも、永久磁石、普通の棒磁石とかは変えることができないんですけれども、はい、電磁石の場合は、はい、さっきも言ったように、コイルに流れる電流の大小で変えられる。またはコイルの巻き数で変えられる。うん、または、また、電流がゼロの時は磁石の働きをしない。ね。はい。そうなんですよ。うん、ずっと同じ強さなのが
永久磁石、普通の磁石なんですけれども、はい、電磁石の場合は、はい、電流を強くすることもできれば、弱くすることもできれば、ゼロにすることもできるということなんですね。はい、ということで、うん、そんなに難しいことじゃないと思いますからね、しっかり、違いを、区別できるようにしておいてください。